100万円稼げるツールを今なら期間限定完全無料で手に入ります。はい、どうもバイナリー投資塾の陽介です。今回はバイナリーの素人が1週間で100万円稼ぎ出すことに成功した有料級ロジック、これをね完全無料でお渡しします。突然ですが、あなたは本気で稼いでいきたいと思ってますか？というのもここ最近ね、稼ぎたいですって連絡をよくいただくんですけども、資金を投じることに覚悟を持ててない方が多いんです。まあためらってしまうね気持ちは分かりますが、安心してください。今回の人は初っ端からもう1週間で100万円稼ぎ出すことができてるんです。視聴者の方に試してもらったんですけども、これだけの結果が出てるんです。1週間で115万100円っていうような結果でした。まあ、この方はバイナリーがねズブのド素人だったにもかかわらず、これだけの結果をねすぐに作れてるので、本当に今すぐ稼ぎたいと思っている方はこの動画を必ず最後まで飛ばさずに見てください。それでね、早速本編の方に入っていきましょう。本編スタートです。まあ、それではね、早速ちょっとお話ししていくんですけども、今回はね、まあ、こちらの内容でお送りをしていきます。まず最初に有料級ロジックとは、まあ、ロジックのねちょっと解説を簡単にして、でその後挿入方法ですね、で半エントリーの条件を解説していきます。普通にね条件だけ解説してもこう、まあ、面白くないかなと思うので、遡ってねちょっと簡単にね見ながらこう解説していきたいなと思ってます。で途中途中ね、こうワンポイントアドバイスだったりとか、まあローエントリーの条件なんかも解説していきます。でその後ね、まあタイミングを掴んでもらうためにも、まあハイエントリーの実践と、あとはまあローエントリーのね実践も合わせてちょっとお見せをしていきたいなと思います。で最後におすすめの通貨ペアをお伝えして、まあ今回はね締めたいと思ってますので、必ず最後まで動画を見るようにしてください。で今回こちらの方法はね、5分足を一応推奨してます。まあ1分でもね使えなくもないですけども、まあ、なるべくね5分での取引が推奨となります。今回の手法で使用するインジケーターっていうのは MAM クロスオーバーになります。まあすでにねインジケーターを導入してるんですけども、まあ、ちょっとね名前長いじゃないですか。なんでそれぞれの頭文字取ってね、ちょっと MC と呼んでいきます。ちなみにあなたはこの MC っていうインジケーターご存知ですか？まあ言ってしまえば今回ねこちらが初公開になる有料級ロジックになるんです。で聞いたことがあるっていう方はどっちかというと少ないと思うんですね。知らないって方が多いと思うんです。っていうのもこの MC ね MT4 のデフォルトに入ってないんですよ。外部インジケーターになるので外から入れないといけないんですね。ちょっとめんどくさいなとか思う方もいると思いますけど、今回の動画では導入方法だったり、じゃあ使用方法、そして実践トレードなんかもじゃあ全て習得できます。で今回ねメインとなる MC に関しても、まあ、動画内でね表示する入手条件、これを満たせば、まあ、誰でもね完全無料で手にすることが可能なんです。まあ、条件自体はね一瞬なのでしっかりと見逃さないようにね飛ばさずに見るようにしてください。ではねこの MC がね MT4 のチャート内に導入されてるっていうのを仮定してちょっと挿入していきましょうか。まずこちらね挿入でインジケーターカスタムの中にありますこちら MAM クロスオーバーですね、こちらを選択してください。でこういったようにね設定画面が表示されます。で今回特にねこちらの設定はデフォルトで構わないです。まあ、特にね変更することはなくて大丈夫なので、そのまま OK ボタンを導入していきましょう。まあもう事前にねインジケーター入れてるので、こういう風にねまあサインとか出てますけど、今入れたこの MAM クロスオーバー、まああの MC はね将来の価格変動を予測するのにかなり役立つインジケーターとなります。このインジケーターに組み込まれているロジックが瞬時に分析してくれて、価格がどちらの方向に進むのか、これをね予測してサインとして表示してくれるんですね。相場ってトレンド、レンジ、トレンドっていうのを繰り返します。つまりピンポイントでエントリーしなければ騙しに遭ってしまうということです。今回の MC はトレンド相場で有効的なインジケーターで、まあ、なおかつね視覚的に分かりやすくしてくれているものになるんです。まあ、エントリー条件はねこの後ちょっと解説していくんですけども、少しちょっと特殊なんでねしっかりと聞いておいてください。まずじゃあちょっとハイエントリー条件からねやっていこうと思いますが、まあ、冒頭でも言ったようにねこういろいろ振り返りながらこうやっていきたいなと思ってます。まあ、せっかくなんで最初ちょっとやっていくんですけども、条件一致してるポイントってここなんですよ。まあたまたまねこうやっていろいろ表示されてますけど、ここの矢印、ここのサインに対しての、まあ、条件一致してるポイントがここだよっていう。
なんでここのサインって今出て、じゃ確定したからエントリーじゃなくて、この足が条件1足で、次の足の00秒、ここの足でエントリーしていくといったものになります。ちょっとややこしいんですけども、こういくつかねポイント見ていこうと思ってるので、まあ、よくね見といてください。まず半エントリー条件なんですけど、まず現在足、まあ、いわゆるここですよね、この青い立線、この一つ前のローソク足に矢印が上向きに表示されて、なおかつこれがね確定したのを確認しましたら、次の足から半エントリーとなります。そうするとここにね陽線がしっかりとついてるので、バッチリとね勝つことができてるんです。結局この現在足に対してローソク足が一つ前に出るってことなんです。なのでここのサインもね、この足が形成されて少し時間が経って表示されるような形になりますので、そこだけはねちょっと注意するようにしてください。じゃあ続いてね、まあ、せっかくなんでローエントリー条件やるんですけども、この現在足のね一つ前のローソク足にこの下向きのね矢印、まあ、サインが表示されて、なおかつ確定したよっていうのが分かれば、このね現在足の次の足でローエントリーをかけていきます。まあ、そうすると陰性ついてるのでしっかりと勝つことができてるんです。今回このね MC めちゃくちゃ強いです。まあ実際にこう遡って見ていくんですけども、こんな感じでかなり連勝してるんですね。なんで変な話、1分足で使って多少負けがね増えたとしても全然プラスに持っていけるんです。5分足でこれだけのポイント数誇ってるんです。なんでこれがね、じゃあ1分足でやった場合って考えたら、めちゃくちゃな数エントリーができるんです。まあここちょっと負けちゃってるポイントなんで色を変えておきますね。負けちゃってるんで、まあ、色を変えたんですけども、さっきのね条件解説聞いて分かったと思うんですけど、エントリー条件がなんせ特殊なんですよ。これ普通のサインツールって思っちゃダメです。矢印が確定して次の足でエントリーじゃないんですよ。まあ、そもそも矢印がリアルタイムでね現在足に出るってことはないので、まあ、間違えるってまああんまないかなと思いますけど、じゃあ現在足のねローソク足の1個前にいきなり現れて、じゃあエントリーポイントを見逃しちゃったって勘違いしないようにしてほしいんです。基本的にはリアルタイムのねこの足に対して、まあ、1個前にねあの矢印が表示されるので、必ずこういう風に確定して、こういうのを確認した上で次の足でねエントリーしていくようにしてください。まあ、ハイエントリー、ローエントリー、まあ、あとワンポイントアドバイスとかね、まとめて解説したんですけども、まあ、今お伝えしたようにね、結構特殊なエントリー方法になりますので、まあ、必ずちょっと間違いないようにしてください。ある程度ね、条件とかはもうバッチリかなと思いますので、まあ、あとこうエントリータイミングね、ちょっと掴んでもらいたいです。やっぱりなんせちょっと特殊なんでね、こう適当にこう流し見するんじゃなくて、じゃあどういうポイントでエントリーすればいいのか、どういうポイントでエントリーすればちゃんと勝てるのかっていうのをね、こうイメージするためにも実際のまあトレード映像をご覧ください。はい、そうしましたら、まあちょっとサインがねこう表示されているので、まあ、このまま確定したらね次の足でちょっと半エントリーをしていきたいなと思います。しっかりとね、まあ、こう条件一致の確認が取れましたので、まあ、若干早いかなと思いましたが、まあ、今半エントリーをね1本だけかけました。でまあ遡りとかでねちょっと条件についてはね細かく触れましたけど、まあ今回一番気をつけないといけないポイントがこう間違えないことなんですよね。結局普通のねサインツールみたいに、じゃ矢印が表示されて確定して次の足でエントリーじゃないんです。現在足の一つ前にねこうサインが表示される、まあ変な話ちょっと特殊なね方法になるんですけども、かなり強い方法なんでね、まあ、今回こうやってね動画にもちょっと収めようと思ってます。まあちょっと5分っていうこともあってね、ちょっと判定結果待つまでちょっと時間ありますので、このままねちょっと結果を待っていきたいなと思います。はい、そうしましたらしっかりとね陽線が形成されてますので、まあ、無事ね勝つことができました。で一応10万円でねエントリーを行っておりましたので、8万5千の利益の獲得となります。はい、そうしましたら、まあそろそろねちょっと条件一致そうですね。今ねもう確定したのをね確認したので、一応ローエントリーを1本でかけました。まあ、AUDJPY ですね、こちらの通貨で今行ったんですけども、まあ条件自体はね、まあ小難しく考える必要はないです。単純にね間違えないようにするだけなんですよ。現在足のね一つ前にローソク足が出るっていうことだけを覚えててください。まあ、現にね、じゃあこう、まあ、今ね撮影してる部分で、まあ、矢印が出てね、こうエントリーしましたけども、これより前のね、こう矢印とか見てもらうと分かるように、まあ、全てね、こう勝つことできてるんです。
それだけ強い方法になりますので、まあ、しっかりとねタイミングはちょっと間違えないようにしてください。それでね損失を受けてしまうのはめちゃくちゃもったいないです。なんで、まあ、今回ねこちらのタイミングはちょっとしっかりと掴んでほしいなと思います。ちょっとまあ時間がねまだありますので、ちょっとこのまま結果の方を待っていきましょう。はい、そうしましたらしっかりとね陰線が形成されてますので勝つことができています。で10枚でねエントリーを行っておりましたので8万5000の利益の獲得となります。はい、そうしましたらねちょっとおすすめの通貨ペア発表していきたいなと思います。5分推奨してるんで基本的にはこう16通貨ペアね全てには対応してます。ただその中でもやっぱズバ抜けてね勝率高い通貨ペアが全部4つあります。まあ、早速ねお話ししていくんですけど、1つ目が CHF JPY、 まあフライですね。2つ目が AUD JPY で、3つ目 NZD JPY で、最後4つ目 USD JPY、 ドル円となります。これらのね通貨ペア意識するだけでも期待値はめちゃくちゃ上がるので、ここはねぜひちょっと意識してほしいなと思います。ではここで皆さんお待ちかねのねプレゼント情報に入っていきましょうか。今回のこの仕様でメインとされている MC、これを完全無料で入手することができるんです。まあ、導入マニュアルもそうなんですけど、まあ、それ以外のね豪華特典付きになりますので、まあ、これからねお伝えする条件を満たした方に関しては全員にちょっとプレゼントをしていきます。で一応プレゼントのね入手方法は全部で3つあって、1つ目が僕のねチャンネル登録とこの動画の高評価で、2つ目が僕のねインスタのフォローですね。まあ、結構最近頑張ってねインスタやってるのでちょっとフォローしてほしいなと思います。一応概要欄にねアカウントは貼っておきます。で最後ね3つ目、キーワードを僕の方にね送ってきてください。まあ LINE の方でね送ってきてもらいたいんですけども、キーワードはクロスオーバーになります。で LINE のね登録方法に関しては今表示中の QR コードもしくは概要欄の URL から飛べるようになってます。それができたらやってあることが分かるスクリーンショットもしくは写真を撮ってね僕の方まで送ってきてください。すべて行ってくれた方限定でプレゼント配布していきますので、まあ、非公開になる前にね必ず受け取ってください。それではね今回はちょっとこの辺りでおしまいにしたいなと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。